こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ビッグバンドドラムの心得ということですね。ビッグバンド今解説してるんで、ビッグバンドについてちょいちょい質問があるもんですから、あとまあ僕もビッグバンドの指導よく行きますし、僕自身もビッグバンドの仕事を、よくやってますから、この辺のお話をしていきたいと思いますね。まずですね、譜面に書き込ました方がいいかとかっていう、ここら辺ですね。ここら辺の話と。あと、カウントの重要性。これはですね、ブレッジヴァンガードジャズオーケストラの、クリニックに、宮島みーやさんと僕仲いいんで、ちょっと、お手伝いがてら、じゃあ、名誉の生徒連れていくよって言って、ちょっと数年前に参加した時のお話ですね。あと、音量のバランス、これよく聞かれます。あと、タイムが揺れるってバンドのメンバーに言われます。ということで、この辺の内容を全部一個ずつ解説していきたいと思いますね。まず1個目ですね。譜面に書き込みはどうすればいいかって言うとですね、ちょうどその時に、ビレッジヴァンガードジャズオーケストラのムスカがね、管楽器のメンバーに対して、ちょうどそのクリニックで神戸大学の子たちが来てて、その演奏を見た時に、まず一番最初に指導したことが、譜面にサックス隊の子たちはいろいろ音を止めるとか、切るとか、こういうところといろいろ書き込んでいるけど、もともと原譜があって、鉛筆で書き込むのは構わないけれど、覚えたら消しなさいっていう話をしました。その理由はなぜかというと、目から入ってくる情報が多くなると耳から入ってくる情報が減るからっていう話をしてました。すごいいいこと言うなと思って、でジョン・ナイリーと話してたら、ジョン・ナイリーはドラムは無理だよねみたいな、何も書いてないから、そもそも音符が書いてないからそれは書き足すしかないよねって話はちょっとしてました。なので、音符ですね、こうビッグバンドっていうのはですね、ちょっとこういう編成なんてご存知ない方もいらっしゃると思うんですが、トランペット4人、トロンボン4人、サックス5人、で、リズム隊3人、で、ギター入れると、プラスアディショナルで17人、あと、ボーカルが入ったり、ゲスト、サックスプレイヤーとか、ゲストソリストが入ると、プラスで、ここから増えていくってことなんですね。トランペット5人のいるバンドもあったり、トロンボンが5人いるバンドもいたりしますね。バストロンボンがいたりするバンドもありますが、基本はこの16人の編成なんですね。で、この上のことを、8人のこと、これブラスセクションと言います。ブラスセクションって何かというと、金管楽器ですね。金管と木管って僕もちょっとね、よくわかんなかった。昔ね、トランペットとかトロンボーンはマウスピースっていう、この、いうのを使ってですね、そこのこのバルブに対して唇でブーって震わせて鳴らせる。だから、金管楽器なんですね。で、サックスはご存知の方もいるかもしれないですが、マウスピースにはこう、竹べらをこう、くっつけるわけですよ。で、竹をビーって揺らせて音鳴らす。だから、木管楽器になるわけです。だから僕、サックスはキンキラキンだから僕は金管だと思ってるんですけど、あれは木管楽器ですね。で、イメージ的には木管楽器は音が柔らかい。で、金管楽器のこっちの、もちろんトランペットの方が音が硬いんですが、トロンボーンとかとこう合わせて叩くとき、演奏するところは、僕は音が硬いわけです。で、ドラムはどちらかというと、セクションはこっちに合わせ。金管の方に合わせに行きます。で、サックスソリっていうのがあったりするんですが、これサックスだけの5人でハーモニー、メロディーをやっていくところをサックスソリと言います。ソリの部分には合いの手を金管がパッと埋めたりすると、その時は、金管の方側にドラムは演奏で入ります。トランペットソリもあるし、トロンボンソリもあるし、でトゥッティっていう表記があると思うんですが、このトゥッティっていうのはこの全員で合唱するときですね。だから全員のこうアンサンブルをするときです。で、大体こう、トゥッティになってないときっていうのは、こうサックスがメロディーやって合間でこう入り組んでるわけですよ。トランペットに対してトロンボンが答えてたり、その間をサックスが埋めてたりとか、3線になることが多いんですね。なので僕は3段譜でこう、5線の上にこう無理やりこう3段でこうセーブがどういう風に絡んでるのかを全部書き込むんですね。なので可能ならそれで、しかもドラム譜ってこう8小節単位で区切れてなくて、こうぐちゃぐちゃって書いてあるじゃないですか。なので、僕は、フィナーレで書き直します。よくね。4段組とか8段組にして書き直すんですよ。そうすると、小節が8よりも足りなかったり、増えてたりとかすると、すごくパッと見てチェックできるし、で、そこにこう、ふわりの段組をこう書き換えていくわけですね。で、そうすると、アンプしやすくなるんですよ。で、僕は目的としては書き直してみて、整理しやすくするためもあるんですけど、アンプするために書き直します。で、以前、ドミニク・ミラーっていうバンドを見に行った時に、すごい良かったのが、ものすごい難しくて、セクションもあって変拍子だらけなのに、誰も譜面を見てなかったんですね。あんなに譜面の強い人たちが、譜面を見ないってことは、もっとずっと高次元のことをやろうとしてるんだっていうふうに気づいてですね、あ、これはもう、僕なんかのレベルだったら絶対アンプだなと思ってですね、それからはですね、前もってもらった譜面に関しては必ずアンプしていくっていうふうに考えています。なので僕ほとんど譜面見てないですね。で、譜面見ない方が、やっぱりこう、
耳からの情報も増えるし、さらに視覚からの情報も、みんながどうなってるかっていう情報もやっぱ増えるんですね。というわけで、やっぱり絶対にアンプっていうのが一番、まあできるなら、ただ初見でビッグバンドの仕事もやっぱあるんで、そういう時はどうするかっていうと、僕はこう、左手で、ね、めくるんですね。だから必ず譜面台こっちで、レガートが中心になるんで、レガートで刻みながら、左手でめくりながら演奏します。なので、そういった形で僕は譜面を扱っています。なので、まあ、アンプ。できればアンプ、可能なら番組ごと書き直すということでですね、この辺は、ドラムの場合は、管楽器の譜面をどんどん書き込んでいきましょう。以前ね、カール・アレンについてた時に、カール・アレンがビッグバンドでやっぱりセクションやった時に何も書いてなくて、その時はレガートだけきっちりやってました。で、あんま合わせないんだなと思ったら、やっぱ譜面書いてないから、その時のリハーサルを録音しておいて、で、終わったらトランペットの人とかトロンボーンの人に譜面見せてって言って、で、バーっといろいろ書き込んでいって、で、家で録音聞いて、次の日はもうセクションバシバシに決めてましたからね。だからやっぱりこう、ビッグバンドの譜面ってやっぱり かなり足りないところがあります。今やってるヤゴタ・トラハーダの、解説のとことかは、テナーサックスのソロのところの、途中でバックコラスで入ってくるところのセクションは実際書いてないんですね。だからこう、ドラマも最初初めて聞くと合わせようがないんですよね。だからそれはもう、パッて聞いて、リハーサルやってる時に、あ、聞いて、なんか、あ、ここセクションがあるけど書かれてないなと思ったら、そこは、なんとなく頭でチェックしとくか、もう左手でこう、僕赤ペンとかでこうピーってチェックしといて、で、もう1回目のリハが終わった瞬間に、ポーってトランペットのとこに行って、バーってこう書き写して、とか、あ、サックスそこフレーズあるよね、とか、あ、ここ合いの手入れてたよね、みたいなとこをバババババって書きって言って、2回目にはもう叩けるようにしてるっていうようなスタイルですね。まあ、譜面の書き込みはドラムはどんどんしていくけど、最終的にはアンプしましょうということですね。はい、カウントの重要性、これその時のビレッジヴァンガードジャズオーケストラのムスカが言ってたんですが、ですね、要はカウントをした時点でもうこのバンドのこの曲が終わってたっていう話をしてましてですね、要は、テンポが早すぎてみんな吹けないという状況ですね。だから一番難しいパッセージを今のメンバーとやっぱりこう交流を持ってるわけだから、そのメンバーの力量を考えてテンポを必ず出す、そのメンバーが一番気持ちよさそうに歌うだろうと思えるテンポで出すっていう、要はだからバンドのことよく分かってなきゃいけないし、カウントでもう曲のほぼほぼが決まってしまうんだよ。いかにカウントが重要だっていう話をしておきました。まあしていましたね。というわけでですね、僕はですね、メトロノームでもちろん、僕はテンポアドバンスっていうのを使ってるんですが、それだと裏拍とかも、タカタタカタとかも出せるし、で、それいつも、エアポッドで、リモートでこういうふうに聞いててですね、パッて出しながら、で、カウントで口でメロディを歌いながら叩くんですね。ところがですね、あんまりこう、馴染みのない曲で、急遽や突貫でやらなきゃいけない時とか、結局メロディが浮かばないんですよ。だからテンポ感のメトロノーム感だけだと、やっぱりどうしてもカウントがちょっと早くなったり遅くなったりしがちですよね。だからそういう時はですね、どっちみち僕 iPhone でやってるわけだから、iPhone でそのメトロノーム管理してるんで、だから iPhone に、パソコンでその重要な反りの部分とか切ったやつをブワーって並べてあったですね。で、それ出して、で、そのメロディを聞いて、よしよしよしとかね、思って、その、MC やってる間にその音を聞いて、よし、カウントこれぐらいだな、と思ってカウント出しますね。だからミュージカルやってる時とも休憩が多いんで、休憩やってて次のメロディがわからない時は、それですぐ確認するっていうことをやってます。音量のバランスですね。自分の場所からだと、ドラムっていうのは自分の場所からだと、どうしてもなんとなくこう、音が抑えがちになるんですよ。で、ドラムってそうなんですけど、ビッグバンド、まあ、コンボの場合はそれほど差がないんですけど、ビッグバンドの場合は13人の管楽器を引っ張らなきゃいけないんで、だから思ってるより自分が出さなきゃいけないんですね。で、最初のなんか僕のイメージでは、ドラムの音がこういう風になってみんなの音が聞こえないっていう風なイメージになるんですよ。でもそれぐらいでちょうどやっぱ外から聞いてるちょうどよくて、それはやっぱりレコーダーで何回も聞いて客観的に聞いて、あれあんま強くないなとか弱いなみたいな。だからそこそこいいレコーダーで僕は必ずリハーサルの後ろで撮っておいて、あ、これぐらいのバランスなんだなっていうのはちょっとやっぱりよく必ず調節します。あとはやっぱり音色をきれいにするっていうことですね。基礎練習をやっていってやっぱ合理的な手順になってくると音色がきれいになるので、きれいになると音量があってもこう見えてくるんですよ、みんなの音がね。そんな感じのイメージですね。あとフレーズをですね、棒読みしてしまう。よくこう楽奏とか見に行くとですね、フォルテって書いてあるとこ急にダンタカタタンタンタンタタンタンチーチキチーチキになるとこが多いんですけど、フォルテっていうのはその音量はフォルテの場面によって変わるっていう、僕はよく説明するんですけど、体育館でこんにちはっていう時の音量と図書館でこんにちはっていう時の音量って違うじゃないですか。
だからその時の体育館でのフォルテはもっとでかいんですね。でも図書館でのフォルテはもっとちっちゃいんですよ。だから前後の流れで必ずその今の音量感の中でフォルテかピアノかっていう風に考えなきゃいけないのと、あとフレーズ棒読みにすると絶対うるさく聞こえるんですよ。棒読みってことだとかって言うと、例えばこんにちはとかでもね、こんにちはって言うとやっぱりなんか子供の言ってるみたいな感じで、なんかこううるさいなって感じがこうやっぱするじゃないですか。もうこんにちはってちゃんとこう抑揚があったら、音量がでかくても抑揚がちゃんとあればそんなうるさく聞こえないんですよ。だからフレーズを叩いてる時っていうのはちゃんとそのドラムでメロディーが聞こえるように、それはやっぱり僕がいつも、気をつけている3つのメモリっていうのがあるんですけど、その音量とか、音色のに関する3つのメモリがあって、それをちゃんと調節して叩いていくんですね。そうするとやっぱりこうフレーズに聞こえるんで、フレーズに聞こえるものは大きくなっててもちゃんと混ざるんで全然こううるさく聞こえないんですが、で、あとレガートだけとこう太鼓を叩いてる時の音量の格差があるんで、レガートしてる時にいかにコンピングをちゃんとやっているか、あと、セクションにやった時に要はただ全力で叩いてるんじゃなくてみたいな、よくこうポップス系のドラマーによくありがちなのは、まあ要は音量のノーアクセントとアクセントの2種類しか音色がないわけですよ。ジャズとかクラシックの場合はそんなわけにはいかないですよ。3つのメモリを、まあ、駆使するとやっぱ何百というその音のこう音色の使い分けをしなきゃいけないわけで、それはそうですよね。言葉でもそうじゃないですか。だから全部要はなんていうんですかね、ボーカロイドみたいな声なわけだと、やっぱあれはやっぱりボーカロイドってすぐわかるわけじゃないですか。で、人間っていうのはやっぱり一個一個全部調節しながら、その抑揚とかこう空気とか流れとかそういったものをちゃんとやってるわけですよ。じゃあ楽器もそうなるべきなんですね。というところら辺をやっぱり練習するしかないということですね。まあ、その辺は僕は大学で教えたりとか、まあ一番、ちょっと講座の方でやらせていただいてるんですが、まあその辺また、やっていきたいと思います。タイムが揺れる、もうドラマでよくあるんですけど、三声がこうなってるわけですね。で、僕が思ってるのはリズムのタイム感とメロディのタイム感で違うんですよ。で、リズムのタイム感っていうのは早いし、メロディのタイム感はゆったりなんですよ。で、メロディアスに歌ってるのを聞きすぎてそっちについていくとドラムって絶対遅くなるんですね。で、リズムばっかり聞いてるとやっぱ絶対速くなるんで、やっぱりそのメロディ自体とかその全員のフレーズ自体を聞きすぎない、要はインテンポの自分の中にあるこの今通常の歌っていうの、これをちゃんと感じてる、大きな流れっていうのをちゃんと感じた上で、ちゃんと演奏するってことですね。だからレードバックするっていうのは、こう、いわゆるこう、グルーブさせるっていうのは僕は、この弓矢だと思ってるわけです。ギューってレードバックするから、パーン飛ぶわけですが、ビューってレードバックした時にドラムがビューって落としたら、飛ばなくなっちゃうわけですよ。ポトッと落ちちゃうわけですね。要は、グルーブするっていうことは、ずらすってことなんですね。ずらすってことは、ずらしてない部分が分かってるってことなんですよ。これがすごい大事ですね。音量を上げ下げした時に音のスピードをキープできないということですね。要は、緩く叩いちゃうわけですね。ちっちゃい音ほど、要は力がいるし、ちっちゃい音ほどスピードがいるんですよ。そこが結局、テンポは変わってないんだけど、音のスピード感が落ちるんで、ぐっと遅れたように聞こえてしまうということも、これも原因ですね。あとは、まあ、その、ドラムで引っ張り切るっていうのも、またこれもちょっとですね、問題があるんで、実際にこう管楽器があまりにも遅れる場合ってものすごくあるんですね。みんながうろうろと歌いたいから。さすがにある程度行ったとしてもやっぱり歌いすぎられちゃうともうどうにもならないってことがあるんで、みんなで練習してる時に要はアンプにつなげてメトロノーム出してみんなで練習する。これでこんなにずれてるんだって理解してくれるとみんな気をつけてくれるんで、それがドラムがやってるとドラムが早いだろう遅いだろうっていう原因になるんですよ。でもドラムは変わってなくても早く聞こえたり遅く聞こえたりするし、人間だからお前が間違ってるって話になりがちなんですよ。だから機械でやった時に、あ、こんなにあんたらずれてんだよっていうのをこう言わないですよ。言わないですけど、メトロノームちょっと合わせてみんなでやってくれみたいな感じで練習してこうね、俺も遅れないようにしたいからさみたいなこと言って、お前らが遅れてんの気づいてほしいからさっていうのは言わないんです。言わないんですけど、こうやってやるわけですよ。そうするとみんながこう気をつけ始める。あとはやっぱり客観的に録音してすぐその場で聞くことですね。家帰って個人で聞くと忘れちゃうし分かんないんで、僕はもう絶対自分がビッグバンドのコンマスやってた時は録音してすぐにそれを再生するんですよ。そうすると僕は言わずともできないことはできてないと思ったらみんなが修正していくんで、あっという間に上手くなるんで、これはもう一番おすすめですね。こういう感じですね。
あとムスカが言ってたやつですごい面白いの、ビレッジヴァンガードジャズオーケストラなんかも、こう元々のスタートはサド・ジョーンズとねメル・ルイスじゃないですか。だからサド・ジョーンとメル・ルイスの元々のレコード、あれがやっぱり僕らのセンターなんだ。どうしてもデフォルメしちゃうで、あれこれ良かれと思ってやっちゃって、だんだんセンターが分かんなくなるから、何ヶ月かに1回レコードでね、レコードで大きい音量でリハーサルでかけて、でみんな自分で音を出さずに指でね、こう音を出さずに指のこの運指だけでこうやって確認して、音をこう考えながらやる。で、ドラムも音を出さずにこうやってこう確認しながらこう叩くっていうのをみんなでやるんですね。で、その後はパッとやるとすごくセンターに戻ると。それを繰り返していかないと、ついついデフォルメして全然違う次元の音楽になる。それはいいか悪いかって言ったら、それはそれで音楽的には面白いんだけど、やっぱり一旦センターに戻すっていう作業を数ヶ月に一回やってるっていう。あんな上手い人たちがそれをやってるわけですから。だから音量をね、ベーシーとかの、バンドで、ビッグバンドで練習するときは、まあ、大きい音で鳴らして、自分たちが一緒に演奏してる感じで、こう、指だけやったりとか、実際、ちゃうと出してみたりとかすると、こう、スイング感っていうのも覚わっていくんじゃないかなと思います。あとですね、ハーフはですね、ティーチッキシーチッキディーン、ダッ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 っていうのは、あれはですね、ちょうどハーフにしてるバンドはほとんどないです。僕調べたんですけど、特にエリントンバンドとか、ベーシーバンドは、あれ、必ずハーフで必ず遅くなってます。だからテンポをちょうどハーフにしたからじゃなくて、心地よいハーフっていうのは必ずテンポの半分よりも少し遅いんですね。で、感覚で元に戻すわけですよ。で、その時に元の全く同じテンポになる必要はないわけです。結局、テンポがここからあって、逆に言うともっと興奮したわけだから早くなってもいいし、ここからちょうどいいテンポでみんなが息を揃えてテンポが倍になれば全然構わないわけだから、ここはですね、ものすごくこうみんなこう、メトロノームでやり始めると今度こだわりすぎちゃうとこがあって、なんで演奏してる、なんでハーフにするか気持ちいいからなんですよ。で、気持ちいいハーフになった方がいいわけです。ね。だからそこら辺ですね。だから、必ずしもインテンポにしてると気持ちいいわけじゃなくて、ちょっと走った方がいい時も絶対あるんですね。例えばゴスペルの録音をこの間したんですけど、バックグラウンドの演奏を作ってほしいということでやったんですけど、テンポそのままだとどうしても興奮しないから、サビは上げてほしいって言うんですね。サビはテンポ2とか3上げて、で、サビが終わってコーラスに戻った時はこのままだと今度は逆に焦っちゃうからっていうことで、やっぱテンポを下げたりしました。とはやっぱり生きてる音楽っていうのは基本的にサビは走るし、みたいなことなんですね。だからミーシャの打ち込みしてた人が言ってましたけど、やっぱサビのところはやっぱ早くしてるし、そうじゃないと本人が気持ちよく歌えないし興奮しないから売れないんだっていう話をしてましたけど、要はメトロノームで最初から最後までずっと一定っていうのは逆に言うとすごくこう、まあ要は EDM みたいなやつはああいうのはいいんですよ。こうずっと興奮させるからいいんですけど、こう生の音楽でこう展開していく音楽っていうのはやっぱりこうある程度早くなったり遅くなったりっていうのが自然なんだなっていうことが僕はいつも感じてることですね。だからもちろんその今キープしてるとこうグラグラ揺れるのは良くないですけど、こう何か場面が展開した時はみんなで一斉に気持ちよく早くなれるんだったらその方がいいし、みんなで一斉にちょっとゆったりできるんだその方がいいということですね。そこはあんまりこだわりすぎない方がいいとは思いますが、ドラムだけがガクガク揺れるのは良くないですね。その原因は音色がスピードが遅れたり速くなったりしていることもよくあるのと、あとやっぱりドラムがメロディを聞きすぎている、この辺がやっぱ原因ですね。で、解決法としてはメトロノームを鳴らしたりとか、あとそういったこうメトロノームでは解決しきれないところもあるっていうふうに覚えていただければいいかなと思います。ここが今まで僕が、プロとしてですね、いろいろまあクラシックの、ゲストのドラムもやったりしますし、ミュージカルもやったりしますし、ビッグバンドもたくさんやりますんで、自分の、経験上の皆さんの悩むとこなんじゃないかなっていうところでですね、もうこんなことね、本当に教えてる先生くれる先生がいなくて全部僕独学で覚えたんで、本当にこれを、若い時の自分に聞かせてあげたかったって本当に思いますよね。ドラムって叩かれるじゃないですか。こうね、なんか知らんけど後で録音聞いたらベースが走ってるだけなのにドラムが遅れる、ドラムが遅れって言われたりするんですよ。実際そう聞こえるんですね。だからドラムってすごい難しい楽器なんで、そこら辺は皆さんですね、へこまないようにしましょう。ですね、奥平慎吾さんと昔喋らせていただいたときにね、この間ライブ見に行ったんですけど、ずいぶん昔喋ったときにね、こういう、まあ、ビッグバンドやってるんです、みたいな、テンポが速くなった、遅くなったりとか言われるんですよ、みたいな話をしたらですね、あー、ドラムはね、言われる楽器だからね、とか、慎吾さんでも言われるんですかとか、言われるよ、それどうすればいいんですかって言ったら、我慢してやるけど、我慢しきれなくなったら、バンドやめるしかないね、みたいなね、こんなすごい人でもこういう風な解決法なんだと
思ったんで、まあ、ほっとしたって感じですね。だからこう、ただその、まあ、ただ我慢してやめるっていうのもあれなんで、僕からするとみんなでメトロノームで練習しようよとか、ここは、一緒に音楽を聴くとかっていうですね、ここはタイム感より僕は絶対遅れてると思うんだけど、みんな聞いてくれみたいな。俺これがタイム感でやりたいんだって、ちゃんと伝えることですね。伝えてやるということですね。まあでも中にはもうメトロノームと一緒じゃなきゃダメとかっていう効果、頭の固い人もいるんで、まあうまくやるしかないですね。こういう時には心理学でございますよ。ね。もう僕も心理学はもう駆使して使っておりますし、で、やっぱり心理学をやると、合理的に効率よく、調達するということでですね、まあ、そういう意味で心理学非常に使っておりますが、まあ、暇もあれば心理学の私のビデオも見てください。ということで本日は以上になります。本日も最後までご清聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。